はい、今回の動画は Windows パソコンで一瞬で消えてしまうような画面のスクリーンショットを撮る方法をご紹介します。でパソコンの画面のスクリーンショットを撮る方法っていうのはたくさんあるんですけども例えばですけども何かですねコースを操作した後にですね一瞬だけ表示されるような画面をですねスクリーンショットを撮りたいといった場合に通常のスクリーンショットだとうまくですねそのシーンが収まらないっていうケースがあると思います。 そんな場合におすすめなのが、Windows パソコンに標準で入っているスニッピングツールというアプリを使ってスクリーンショットを撮るのがおすすめです。それでは早速その手順なんですけども、まずは、ね、スニッピングツールの、ね、アプリの方を起動します。今こちらは、ね、Windows 11でやってますんで、まあ、このすべてのアプリのところをクリックをしてもらって、アルファベットの S のところですね、こちらにスニッピングツールというのがありますんで、こちらをクリックしてアプリを起動します。 はい、でこのスニッピングツールの方を起動すると、ですねこちらのところに、この待ち時間なしという項目がありますんで、こちらをクリックをしてください。はい、そうすると、ここにですね3秒後に切り取り、5秒後に切り取り、10秒後に切り取りという項目がありますんで、例えばですけども、この3秒後に切り取りというところですね、こちらを選択をした状態で、この左上のですね新規というところをクリックをしてもらうと、こちらをクリックした後に設定した秒数ですね、まあ、今回で言うと3秒後にですね、この画面のですねスクリーンショットを取ることができます。 なので通常のスクリーンショットというのはこのスニッピングツールであればこの新規のところをクリックをするとクリックした時のですね画面を切り取るんですけどもこの機能を使うことによって数秒後のですね画面を切り取ることができますのでなので一瞬しか表示されないような画面をスクリーンショットしたいといった場合はこの機能をうまく使うことによってですねその表示される時間にうまく合わせてですねスクリーンショットが取りやすいんじゃないかなと思います。 で、あと今回は Windows11 のスニッピングツールを使って解説をしているのでこちらの、ね、項目が待ち時間なしというところなんですけども Windows10 を使っているよという方はですね、この待ち時間なしではなくて遅延という、ね、項目があると思いますのでそちらをクリックをしてもらうことによって Windows10 のスニッピングツールでもですね、同じくですね、時間を指定してスクリーンショットを取ることができます。はい、ということで今回の動画ではスニッピングツールの待ち時間のですね、機能をご紹介しましたけども すごくね頻繁に使う機能ではないかもしれないですけども覚えておくと便利だと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました